こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、こちらにずらっとナイロンジャケットがかかってるんですけど、うん、全部ナイロンやな。はい。こちらは全部セカンドストリートで安値でゲットしたやつで、うん、なのでだいたい古着屋の半額ぐらいか、うん、まあそれ以下の値段で買いました。いいな、集まったな。はい。ナイロンジャケットって結構アメカジには欠かせへんアイテムかなと思うんですけど、うん、でもあんま着てる人いいんよな。うん、あんまいいひんな。うん、なので割と被りにくくて。せやな。僕らあの二十数年ずっと着てるんですけど、うん、ずっと好きやな。うん、うん、まああのアメカジっていうよりは、うん、まあアメカジなんですけど、うん、どっちかっていうと西海岸よりな雰囲気あるんで、うん、まあなので僕らには結構ハマりやすくて、うんうん、はい、めっちゃ着てるんですけど、うん、まあ一般的にはあまり着られてないんで。そうやな。はい。なので逆におすすめかなと思いまして、うんうん、はい。でまあちょっとあのここに僕らのセカストで探し出した古着系のやつ、うん、まああの US ものですね、うん、はい、を紹介していこうかと思います。はい。ということで、はい、このナイロンジャケットなんですけど、うん、僕側があの、うん、コーチジャケットになってて、うん、でこっからあっちが、うん、こっちが、はい、があのナイロンスタジャンですね、うんうん、はい、になってます。はい、はい、まあ、僕はどっちかっていうとこのコーチジャケットを着ることが多くて、うん、そうやな。まあ、パーコさんはこの向こうのスタジャン、スタジャンをよく着てんな。割と割合的に多いな。はい、うん、まあ、お互いこっちが使いやすいとか思って着てるんですけど、そうそう、うん、はい、まあ、あのなのでこのコーチジャケットの方は、うん、僕が説明して、うん、でスタジャンの方はパーコさんが、はいはい、説明するって形で、うん、まあ、あのご紹介していこうと思います。はいはい、じゃ あ, あの、うん、この端っこからなんですけど、うん、あのこちらがですね、うん、ボディは、まあ、70年代ぐらいなんですけど、うん、まあ、ここに年代入ってて、うん、まあ、年代は80ってなってるんで、うんうん、まあ、これ自体は、80年に、うん、まあ、使用されたやつなんですけど、うん、まあ、ボディはだいたい70年代ぐらいのやつですね、うんうん、はい、で、まあ、こんな感じでちょっと縦長になってて、うん、はい、まあ、これ今の時代的にはちょっと使いにくい形ではあるな。あ、ちょっと長さがあるし、はい、うん、でもこのなんかワッペンが、うん、結構芋臭くて、そう、そこがまた可愛いな。そう、で逆にこの縦長も、うん、まあまあ可愛くて、そうやな、うん、でも絞ったりもできるし、そう、でこのポケットも、うん、まあちょっとクラシックなデザインで、うん、ちょっとハの字で、そう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 、うん、になってて、うんうん、で中もちょっと、うん、あの肉厚なコットンが貼られてて、うん、そうそう、全面コットン、うんうん、なのであの、まあ、こう T シャツの上から着るときとか、うん、こう全面コットン貼られてるんで、うん、結構羽織りやすくて肌触りがいい、はい、うん、まあ、僕はめちゃめちゃ愛用してるんですけど、うん、はい、という一着なんですけど、うん、こちらはあのプラジャックっていう、うん、まあ、メーカーになるんですけど、うん、まあ、メーカー自体は、うん、ダンブルックっていう、うん、メーカーなんですけど、うん、はい、の中のプラジャックっていうやつですね、うん、むちゃくちゃ可愛いな、うん、まあ、こちらは結構古着屋に、うん、あのそこそこ置いてあるやつで、うんうん、メーカー自体はアボディの、はい、うん、まあ、よく見るやつなんですけど、うん、はい、っていう1着ですね、うん、はい、ほんで2着目なんですけど、うん、こちらは80年代のやつで、うん、まあ、これ色が結構珍しくて、うん、コーチジャケットって割と茶色って少なくて、そうやな、はい、なんかあの、まあ、色がいいしたやつなんですけど、うん、こちら中もこう裏ボアになってて、うん、で袖の方はコットンと中綿が入ってるっていう、うん、まあ、これ結構ちょっと変わった仕様かなっていう。そうやな、うん、でポケットは、うん、まあ、こうハの字の、うん、ちょっとまあレトロな可愛い、うん、感じになってるんですけど、うんうん、とこっちはあのウェアガードっていうメーカーなんですけど、うん、まあ、これもそこそこ見るかなっていう、そうやな、うん、やつで、うん、とこれはあのトラック会社のまあ運送業ですね、うん、企業ものの、はい、US のやつで、うん、とこれもメイドイン USA で、うんうん、はい、ですね、こうかっこよすぎるな、これかっこいいよな、うん、そう、茶色とその黄色のペイントがむっちゃかっこいいな、うん、そう、
でまあこの辺の年代なんで、うん、ちょっとね襟も大きめなんですよね、うん、ああそうやな、うん、まあこれもちょっと可愛くて、うんうん、はい、まあ70年代になるともっとでかいんですけど、うん、そうやな、はい、まあこの辺もちょっと気に入ってます、うん、短丈で可愛いよな。そう、これちょっとねこの丈が短くて、うん、そうそう、そう、まあ今使いやすい感じよな、うん、そうやな、身幅もあって、そう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 、でまあラグランになってて、うん、はい、でボアもあって、はい、うん、っていう一着です、うん、ちなみにさっきのやつは、うん、ちょっとこうセットインスリーブになってて、うんうん、はい、っていう感じですね、うん、だいぶ形変わるよな、ここで形変わるな、はい、で3つ目は、うん、まあ、これコーチジャケットとはちょっと違うんですけど、うん、こうちょっとあのヤッケのような、そう、素材がもうヤッケ感な、ほんまに農業で使われるやつ、そうそうそう、まあ、これ実際、うん、ワッペンついてるんですけど、うん、農業系のワッペンついてて、そうそう、まあ、実際そっちで使われてたやつで、おしゃれすぎひん、なあかっこいいまあこれ70年代のやつで、うん、このボタンも、うん、この金色とかで、金色でな、これめちゃくちゃかっこいいよな、すごいよな、そうで70年代なんでちょっと襟もこうでかくて、うんうん、でかくて、はい、これ割と珍しいよな、そうそう、まあ、これもメイドイン USA のやつで、うん、メーカーがあのスイングスターっていうやつですね、うんうんうん、はい、まあ、これはちょっと珍しいな、珍しいな、うん、一見なんかチャチーナイロンに見えんねんけど、そう、それがまたいい味出してて、うん、またあのほんで農業系のやつで、うん、めっちゃ丈夫なんですよね、そうそうそうな、引っかかっても破れなさそうな、そう、でちょっと70年代独特 の、うん、このチャッチさがそうちょっとあって、それがいいねんな、そこがまた魅力で、そう、はい、それでもちゃんとスナップボタンついてて、そうなあ、ちょっとねこのスナップボタンもめっちゃかっこいい、かっこいいよな、うん、はい、これもかなり気に入ってる、これやばいな、一着です。でこちらがですね、うん、こちらはあの2000年代のやつで、うん、まあ、結構新しい目なんですけど、うん、このポート&カンパニーっていうところで、うん、まあ、これ結構見るな、そうやな、古着屋さんでな、うん、そう、うん、はい、っていうやつなんですけど、うんうん、まあ、こっちはやっぱりちょっと新しいんで、うん、このメイドイン USA じゃなくて、うん、でまあこの中もこのボディのところは、うん、中がこうコットンになってるんですけど、うん、こう袖のところとかは、うん、中はポリになってて、あ、ちょっと T シャツの上から羽織りにくいっていう、ちょっとへばりつきそうな、そう、でも結構近代物になってきてるんで、うん、このスナップボタンとかが、うん、結構こう付け外ししやすいっていう、そう、形違うよな昔のと、柔らかくなってて、そうそうそう、しかもちょっとあのよくねこういうコーチジャケットって、うん、この素材がひょろいと、うん、取れねえな、もげるよな、そう、でもこれだいぶもげにくい仕様になってて、そう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 、まあ、進化してるよな、してるよな、はい、うん、まあ、こちらもちょっとラグランになって、うんうん、はい、まあ、企業もののやつなんですけど、うん、これ色も結構濃いめのコン、これあのちょっと動画やったらね、うん、光って、うん、色薄見えるんですけど、まあ、ほんまはめちゃめちゃ濃紺な、うん、濃紺やな、うん、まあ、こういう紺と比べてもらうと全然違うんです、うん、全然違うよな、もうほぼ黒に近い、そう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 、はい、まあ、この色はちょっと珍しいかなと、うんうんうん、はい、まあ、古着屋行くとそこそこあるんですけど、そうやな、まあ、普通ではなかなかないような色ですね、うん、そうやな、古着屋でしかあんまり見えひん色やな、そうそう、渋めな色、はい、うん、まあ、僕のところはこんな感じです、うん、コーチジャケットは、はいはい、じゃあ次ターゴさんの、はい、じゃあスタザオの方で、はいはい、まずはこの派手な、はいはい、このサテンっぽいようなめちゃめちゃすごい、このテカテカした、これなかなか結構金の難しくて、うん、ここまでなんかテカると結構難しいよな、うん、これちょっとカメラやったらね、うん、めっちゃ分かりにくいんですけど、これめちゃめちゃ光ってるんですよ、うん、そうそうそう、ほんまにこれは難しいな、ここまでこう光ってるとめっちゃ難しい、そうやね、そう、すごい、ちょっと光沢がめちゃくちゃある感じ、めちゃめちゃある、そう、でもこれも企業もの、企業もねえな、うん、石炭系ので、これがプラジャック、うん、さっきと同じやつやね、そう、ダンブル、こっちのやつか、うん、これと一緒のやつですね、うん、でこれもメイドイン USA の、はあ、はい、やつで、これも80年代ぐらいのダンブルックのやつやな、そう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 、ああ、でこのリブ可愛いよね、やっぱり白と赤っていうのが、うん、このラグランもいいし、そう、でもな難しいね文ちゃんはこれ着いひんな、そう、まあ、僕もねこれ、うん、
結構袖通したりするんですけど、うん、無理やなと思って。やっぱり外出れへんって、うん、今こうピンク系のなは着てるけど、そう色はいけんねんけど、色はいけるけど艶感がすごすぎて、この艶感このなあ、そう自分が着るとやっぱりちょっとめちゃくちゃ釜っぽくなるっていうか、うんうんやっぱ艶感でるとちょっとやっぱりめっちゃむずいね、レディース感が強くなる、うん、なんかそれは着てへんな確かにな、はい、そう、まあ、でもこれも裏地が全部コットンで、まあ、使いやすいっちゃ使いやすい、形はな、形はな、うん、そう色はなんか好み選びそうな、そう人選ぶやつや、ね、そうそう、ただでもむっちゃ可愛くて、はい、はい、愛用してます、はいはい、次がですねこれはまたちょっとこれは使いやすい、めちゃくちゃ使いやすい、そうさっきと比べると光沢が全然ない感じ、うん、なあ、そう、そう一見コットンっぽさもある感じで、で中綿も入ってて、ね、あそうそう、ほんま冬仕様な感じで、そうそうそう、こういうナイロン系のやつっていろんなバージョンあるよな、うん、あるあるある、うん、いろんなタイプがな、そうそうそう、そうなんかめっちゃ使いやすくて、そうやナイロンとはいえいろんなナイロンがあるねんなって思う、うん、ペラペラもあるし、そう思わされるよな、中綿はめっちゃ入ってるのもあるし、そうそうそう、なんせこれはまた裏が可愛い、うん、これな、これね、うん、この表側は、うん、このラバープリントなんですけど、うんうん、この裏側は、うん、ちょっとあのペンキになってるんですよ、ね、そうそうそう、もうなんかベタっと塗ったような感じだな、そう、そうほんま手塗りしたような、そう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 、逆にでもそれが良くない、そう、まあ、これデッドなんで、うん、そうそう、めちゃくちゃ珍しいよな、これも80年代のやつ、そう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 、これちょっとね剥げんのが楽しみよな、うん、そう、はい、これ後ろに引かれたよな、そうこれめちゃくちゃ可愛い、可愛すぎ、うん、これはいいなあ、うん、だバイク乗る時も、うん、なるべくリュック背負いたくないなんかその剥がれてくるからね、そうそう、それもあるし、うん、なんかこれを見せたいみたいな、そうやな、なあこれは可愛い、可愛いよな、これ施工会社のやつやな確か、あそう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 、これも企業系でなあ、これボディどこ、これは、うん、ウエスタークっていうところの、あそっかそっか、はい、メイドイン USA のこれもいいよな、いい、この黒と黄色もいいよな、う、まあ、こういうちょっとツヤないやつはめちゃくちゃ使いやすくて、うん、これ文ちゃんでも着やすいよな、そうだからどっちかっていうと僕はこっちの方が好きで、うんうん、やっぱツヤがないのは使いやすいよな、うん、そうこのジャンパータイプは、うん、このスタジャンとか、うん、ツヤあると結構いかつまってまうんだよな、あ確かにちょっとやんちゃさが増す、うん、そうそうそう、だからこっちの方が使いやすいな、確かにな、こういう人やったら割といろんな人が抵抗なくそうそうそう着れそうな感じ、あこれはめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいな、うんうん、続きまして、はい、まあ、さっきとは裏腹にテカテカな、ちょっといかつめちょっとこれ出てきたな、ちょっとハードな感じやな、そうやっぱりな、ちょっとツヤ出るといかつなってくる、そうしかもこれってリブも真っ黒やんか、うん、あこれもデッドよな、そう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 、うん、真っ黒ってなるとちょっといかつさが出るよね、いかついかつい、ツヤがな、そう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 でも刺繍がむっちゃかっこよくて、これ刺繍黄色やねんけど、うん、金に見えたりするもん、あ分かる分かる、いかつさますよね、そうそうそう、まあでもかっこいいけど、ね、かっこいいよな、うん、でこの刺繍がちょっと上より下目についてるのがまたかわいいな、バランスいいよな、うん、むっちゃかっこいいよな、これもダンブルックのメイドイン USA の、90年代な、これも90年代、うん、いいで中はもう全部コットンな感じ、めっちゃかっこいい、かっこいいよな、うん、で次がですね、はあ、最後です、90年代これはプルオーバーのやつで、うん、スタジャンというか、もうこの古着感めっちゃある、めっちゃあるよな、色合いが、そこの色合いが、うん、この何とも言えない紺色って古着感、うん、あるあるある、そうそうそう、でこれはフードが後ろついてて、うん、そうプルオーバーなも珍しい、ね、珍しいよな、その手のやつ、そう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 、うん、で後ろもこれも刺繍がしてあって、うん、そうかわいいな、これはやばいよな、うん、ほんまに、またリブもめっちゃ可愛くて、うん、紺黄色で、まあでもアメリカ感はめっちゃあるよな、めっちゃあるよな、うん、そうこういうタイプはなんかすごい惹かれる、まあ、ツヤ感もあんまりないし、あんまりないし、そう、それボディどこ、これはホロウェイ、ホロウェイか、そうそう、あこれは USA じゃない、あメキシコのやつか、メキシコない、でもまああのあれは、うん、素材は USA っていうやつ、あそうそう、でメキシコで作られたっていう、うん、あの間の時期に弱るよね、あそう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 、移行期にあるよね、そうそうそう、弱る、そうそうそう、こういう形も、うん、結構使いやすいよな、使いやすい、使いやすいなあ、うん、
もうこれ着てるだけで可愛くなるっていう。そう、デニムでもチノパンでもでもハマるし、うん、まあ軍パンでもいいし、そう割と使いやすい。そうやね。で色もむっちゃかっこよくって、わりかしベタな色っちゃベタな色やな。そうやな、古着感ある色っていうところ、うん、この辺の色そうそうあるけど、うん、なんとも言えんこの可愛さ、うん、なあ可愛いね。そうじゃあ着てみましょうか。はい、はい、ということで、はい、とりあえず1着目着てみました、うん。まあ、じゃあまず僕から、はい、まあ、ちょっとこのピンク邪魔なんですけど、まあそのまま上に来たんで、うん、鮮やかや。そうちょっとね、やっぱりこう70年代のなんか芋臭さがあるんですよね、うん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 、ちょっと丈長くて、うん、はい、でもなんかそれが逆に、うん、これはこれで可愛い。それはそれでいいよな、うん、ちょっとね、しかも細身になってて、うんうん、やっぱ時代を感じるな。そう、ちょっと芋臭さあるよ、ね、でこの辺のなんかいいよな。そう、これと手作り感ある刺繍が。そうそうそう、ワッペンか。やっぱりちょっと70年代っぽさある。そう、でもそれがなんかもう、うん、くすぐられる。そう、むっちゃいい。はい、うん、結構ね、こうちょっと柔らかくなる。そうそう、優しいよな、うん、ここは口角してそこもないけど、はい、まあ、僕はこんな感じで。こんな感じで。じゃあ次パーコさん。はい、私は赤の、はい、ちょっとサテンっぽい、はい、はい、スタジャンを着ていました。これがむずいねこの色がこれは無理やでもなんか良くない。やっぱ女の人は全然いけるな、うん、いいよな、まあ、色味もめっちゃ、まあ、着てる人いいなせやな。スカジャンとかやったらいるやん。あ、そうやな、スカジャンも手かり系はちょっと似てる、うんうん、でもこっち系はあんまり。そうやなほんまに見える。いいよな、でも、うん、これはいいと。そうそう、スカジャンもありやけどこっちもありっていう、はい、うん、じゃあサクッと次行ってみましょう。はい、はい、ということで、はい、2着目着てみました、うん、はい、まだ僕はそのまま着たんですけど今回ピンクがいい感じ。はい、今回はまあ隠さなくてもいいかなって、はい、まあ、さっきとはちょっと形が全然違って、うんうん、やっぱあの80年代とかなんで、うん、はい、ちょっとね小渡りも太くなって、うん、で、まあ、襟はちょっと大きくて、うんうん、はい、まあ、これはちょっと70年代引き継いでる感じ。ちょっと引きずってる感じ、はい、うんうん、まあ、それがなんか面白くて、うん、結構年代によって、うん、その年代独特のなんかこうディテールってある、うん、そう、あるある、うん、そのいろんなメーカーあるけど、そうそうそう、はい、ポケットの感じとかもな。そう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 、まあ、ポケットもこう、うん、ハの字になってて、そうそう、でこうかぶさるポケットもあったり、蓋が。ああ、そう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 。で、さっきのやつやと、うん、ここにこう縫い目入ってたりとか。ああ、そう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 。超芋臭い感じになってめっちゃもう大好きな。そう、それも可愛くて。そうそう。まあ、この辺になると、うん、80年代ぐらいになると、うん、ちょっとあのストリート感出てくるっていうか。ああ、そうやな。うん、うんうん、合わせやすく。そう。タンタケやったり。ラグランもいいし。あ、そう、ラグランになって、うんうん、なんか使いやすくなってくる。いいよな。ちょうど好きな感じかな。ああ、そうやな。丈感も今ほんまに好きな、うん、8,9 ぐらいがちょうど今合わせやすいかな、うん、せやな、うんうん、はい、ですね、うん、で、まあ、こう茶色も、茶色もいいな、うん、でこれ中ボア入ってるんですよ、うんうん、で、まあ、袖も中綿入ってて、うんうん、まあ、こう一概にナイロンジャケットって言っても、うん、いろんな季節使えるような、 なんか種類があって、うん、そうそうそう、うん、それも面白いな。そう、ナイロンってさ、なんかちょっとチープな感じやけど、うん、でもなんか、うん、なんやろな、まあ、チープっちゃチープやけどまあそのチープさが昔ほらあの、うん、スケーター、うんうん、スケーターとかあの、うん、このお金がないから、うん、軍パンの、うん、この裾切って短パンにして、あ、うんうん、であのコーチジャケット着て、うんうん、であのトラッカーキャップとか、着てとか、うん、もうその金ないから、うん、そういう感じしてね。でそれがまた、そう、それがカルチャーっていうか、そうそうそう、ファッションになって、うんうんうん、そうだから結構そういうの好きやから、その歴史がまたなんかいいよな。そうだからそのチープさが逆に逆にいいっていう、いいなっていう。そうそうそう。はい、でパーコさんも、はい、このちょっと企業のちょっとまたペンキが、はい。はい、かっこいい、がっつり入った、これもいいよな、まあ、これはほんまは、うん、あの、まあ、Gパンとかチノパンとか、うんうんうん、まあ、一番合わしやすいやつやねんな、うん、あ、そうやな、はい、そこまでテカってもないし、そうだから、うん、あえてちょっと、うん、まあ、こんなハットかぶってしないような、そう、ちょっと反抗した感じ、あ、そう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 、ほんま一番合わせやすい、そうそうそう、ほんまはな、何でも合うよな、そうそう、ワークパンツとか、うん、でももう全然ハマるし、そう、何でもいけるんで逆に、うん、逆に
そうこういうハットでそうやってみたかったやってました、うんうん、やっぱかっこいいな、かっこいいな、やっぱちょっとこうコットンっぽさもあるし、うん、艶がないから、そうこれ艶がないやつあったら一番、うん、まあいいかなと、一番使いやすいかな、使いやすいと思う、うんうんうん、ナイロン独特の艶もいいけど、そうそうそう、うん、スパのチープさもナイロンの、そうそう、僕は好きなんですけど、そういいし、うん、いろんなナイロンって面白いな、面白い種類があるし、はい、うん、じゃあ次行ってみましょう、はい、はい、ということで、はい、3着目に着てみました、着てみました、僕はこれで、うん、はい、さすがにパンツ買いました、買いました、あとはその農業スタイルで、お前やな、上もキャップもそうワーク系でちょっとね当時っぽさ、はい、当時感が、はい、でもこれを着て作業したはったってむっちゃかっこいいな、やっけーみたいなもんやもんな、あでもデザインがすごいよな、うん、やっぱりこれ70年代ものなんで、うん、まあ、襟とかでかくて、うんうんうん、まあ、個人的にはあんまりこうでかいの好きじゃないんですけど、うんうん、まあ、これはでもなんか味でいいかなと、これはこれで長くていいって感じだな、うん、この金と合ってんな、めちゃくちゃ合ってる、はい、黄色のステッチも可愛いし、はい、うん、っていう感じですね、うんうん、でパーコさんは、はい、まあ、ちょっといかつめな一見、はい、スタイルやな、いやでもなんかだいぶその他のもので柔らかくなってると思う、うん、そこまで、うん、あと丈もな、そうやな、ちょっと短丈で、うん、そうツヤ感はあるけど、うんうんうん、まあ、全然なんか柔らかくなってると思う、いいよな、うん、そんなに怖さはない、そうだから着方やな、はい、そうやな、こういう風にすると柔らぐって感じ、そうやな、うんうん、はい、はい、じゃあ次行ってみましょうか、はい、はい、ということで、はい、4着目4着目、はい、着てみました、はい、はい、僕はこの、うん、一番シンプルやった、うん、シンプルなあの2000年代の、うん、はい、やつですね、うんうん、はい、まあ、この着方も、うん、一番シンプルにジーパンと、はい、してみました、うん、まあ、ちょっとだけオールドスケートっぽく、うんうんうん、はい、やったんですけど、うん、まあ、ちょっと自分っぽくで一番シンプルに、そうそう、でもやっぱそういうのにやっぱコーチジャケットって、うん、いいよな、まあ、なんかハマりやすい、ハマりやすいし、うん、操作もになる、まあ、一番楽よそう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 、はい、でパーコさんが、はい、このプルオーバーの、はい、はい、いいよね、このフードがやっぱめっちゃ可愛いな、合わせやすいな、色もそうや、色もそうやな、うん、めっちゃ使いやすいな、使いやすい、まあ、ジーパンとかでももちろん合いそうやし、そうそう、うん、ハマるし、うん、そう、やっぱりそれいいな、うん、いいよな、うん、こうリブがキュッとしてんのも今な、うん、めっちゃ可愛いよな、そのナイロンジャケットって言っても、うん、結構ほんまにいろんなプルオーバーであったり、うん、あとまあコーチジャケットやったりとか、すんごいいっぱいあるよな、うんうん、でまあナイロンってちょっとチープっぽいやん、うん、でもそのチープにはチープにしか出せへん、うん、そう味があって可愛さ、まあ、僕らはそれ結構好きでそう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 、うん、結構着てるんですけど、うん、でさっと羽織りやすいしな、そうそうそう、どこ行くにも軽いしな、持っても行きやすいし、はい、そう、まあ、なのでちょっとおすすめしてみたんですけど、うんうん、じゃ あ, あの最後に、うん、まあ、せっかくなんで、うん、で僕が、うん、あのジャンパータイプ、ああスタジャン着 て、うん、でパークさんがコーチジャケット、どれか着てみようか、一回着てみようか、うん、はい、ということで、はい、最後、はい、そのまま着てみました、変えて、はい、やっぱりこれなんかツヤもないし、うん、なんか普通のスタジャンやな、そうやな、やっぱ一番つけやすいかもな、うん、そうナイロンでもやっぱりツヤあったりなかったり、うん、なかったり、そうそう、うん、まあ、こういうないようなやつは、うん、なんか普通にスタジャンとして着れるな、うん、苦手な人でも、うん、めっちゃ使いやすいです、ね、使いやすい、でパークさんの方が、うん、まあ、コーチジャケットですね、はい、さっき分さっき棒が着てて、そう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 、はい、を着ていました、まあ、これはもちろんシンプルやから、うん、使いやすい、使いやすいな、はい、これはこれでな、なんか全部いいなやっぱり、うん、全部好きという感じですね、はい、ということで、はい、今日は、うん、ナイロンジャケットを8着、うん、ナイロン尽くし、はい、ちょっと紹介したんですけど、うん、はい、まああのアメカジで一応こうでしたんですけど、うんうん、まあ、僕らが着るとどうしてもちょっと西寄りになる、西寄りになりがち、はい、うん、なるんですけど、うん、まああの結構使いやすくて、そうやな、普通にまあアメカジとして、うん、まあ、僕の今の感じ、あ、そうやな、はい、とかでもあの普通に使いやすかったりする、うん、そう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 、はい、あの意外といいよな、うん、うん、あの非常におすすめです、非常におすすめです、はい、はい、という感じでした、はい、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。
Rage on that beat, going crazy.